おい、マジかよこいつ。ヒドラを食ってる。かわいいおバカなルーキーだと思ってたのに。てかプレイスタイルがピーキーすぎんだよ。防御力に曲振りって。ノーダメだから危険も顧みず、そのせいでレアスキルもガンガン獲得できちゃってるんだよな。ヒドラにコピーマンポイントが言ってるぜ。とにかくこの子メープルだな。これからの動きもチェックしとかないと。そうだな、今後どんな変わったプレイに走るかわからん。ドクロブレスがかかったところが辛くていいって。おい、そんな引くなら見るのやめろって。こういうのつい見ちゃない。その気持ちはわかる。よし、スキルの獲得条件を確認しよう。場合によってはルールに手を入れないといけないかもしれない。ああ、メイプルスタイルのプレイヤーが増えたらゲームバランスが崩壊しちまう。もしそんなことになったら俺たちの査定も下がるよな。ローン組んだばかりなんだけど。やめろよ、今リアルな話すんな。